はいどうもみなさんこんにちはサーディの方のゲントです。今回使っていくのは京都大学のこの図形問題。まあ、この図形問題いろんな解き方があるんですけど、ある考え方を使うと中学生でも15秒で解けるんですね。まあ、人によってはね、10秒以内に解けるよーって方もいるかもしれません。まあ、この問題ね、図形問題に対してどういうふうにアプローチしていけばいいのかってことは学べるので、しっかりと身につけていきましょう。それでは問題。 三角形 ABC において AB イコール 2AC イコール1とする各 BAC の二等分線と辺 BC の交点を D とする AD イコール BD となるとき三角形 ABC の面積を求めようとまずはね手堅い方法で解いていきますこのね問題のポイントはこの AD が各の二等分線であることと DA イコール DB でねこれらのポイントをどういう風うに処理していくかっていうことなんですけど、まあ、各の二等分線のね 処理方法としての定番は、やはりね、AB 対 AC が BD 対 DC だよね。だから BD 対 DC が2対1ということが分かる。だからここが 2XX という風うに置けるわけです。で、ここの部分が二等辺三角形なわけだから、ここも 2X だよねってことが分かる。で、こっから先どういう風うにするかというと、まあ、これ定番の形だね。大体の教科書に載っている形。どういう風うに考えるかというと、 ま、典型パターン。例えば、ここをシータというふうに置く。そうすると、三角形 abd と三角形 abc において、予言定理を使うことによって、コサインシータを二通りの方法で表せるんだよね。三角形 abd について言うと、ま、予言定理使わなくてもね、これは二等辺三角形だから、水線下ろしてもいいと。まあ、2x 分の1とも表せるし、まあ、三角形 abc において予言定理を使うと、2×2×3x。X だから 12x ね。 12x 分の 3x の2乗だから 9x2 乗プラス4-1だからプラス3と。まあこういう風になってこの方程式を解くことによって x が分かるよと。まあそういう考え方を使ってあげても OK。まあ今回は角の二等分線だからこっちを θ という風に置いてあげて三角形 bad と dac で予言定理を使って cosθ を二通りの方法で表しても同じ x の値が出るというわけですね。 ただ、まあ、今回ね、こんな感じで予言定理二通り使うのではなくて、もうちょい幾何学的に考えてあげましょう。っていうのも、まあ、これね、2x、x、2x まではいいとして、これせっかく二等辺三角形なわけだから、二等辺三角形って言ったらね、辺の長さが等しいだけじゃなくて、角が等しいわけですね。まあ、こんな感じで角の条件が結構与えられている場合は、ちょっとね、まあ、平面図形的に考えてあげる。ここの部分も黒ポチ。 ま、シータとしましょう、シータ。そうすると、ここもシータになって、そうしたらね、ここの部分、外角のアだから、シータとシータで2シータという風になる。そうしたら、ま、これで気づいてほしいこと。こ角シータ、2シータでしょ。三角形 ADC 見ると、シータ、2シータでしょ。だから、二角相当で三角形 ABC と DAC が相似になってるよっていうことがわかる。 これによって、3x 対1イコール1対 x ということが分かるわけですね。そうすると、まあ、ここかけるここイコールここかけるこ,こ。だから 3x 二乗イコール1。すなわち x 二乗イコール3分の1ということが分かるので、x イコール3分のルート3というふうになる。まあ、すなわち b c の長さがここルート3ということが分かって、そうしたらね、あれ1ルート3 2。ああ、1対2対ルート3の直角三角形なんだ。ここは直角だったんだ。 じゃあ三角形 abc の面積は2分のルートさという風に求めることができるわけですねまあこんな感じでしっかりとね角の二等分線っていうところと辺の長さが等しいというものをうまく使ってあげる余弦定理を使って定番の形に落とし込んであげてもよしはたまた まあちょっとね、角に注目してあげることによって、掃除を見つけてあげるもよし。いずれにせよね、ここの部分が直角と、2対1対ルート3ということが分かるわけですね。それでは最後に、中学生でも15秒、はたまた10秒で解ける方法を紹介していきます。まあ、これはね、ある考え方を使うんですけど、そのある考え方とは、同じものを重ねるという方法があるんですね。まあ、今回で言うと、DA と DB が一緒ですよね。それを使ってあげて、まあ、この DAC をパタンって折りたたんであげることによって、 まこういうね、蝶々みたいな形になりい、ね。で、ここに、等脚台形。まあ、この角のね、移動とか考えてあげると、この部分がね、等脚台形になるよーっていうことを使ってあげて、まあ、ここに正三角形が出てくるよみたいな。まあ、そういう考え方もできる。まあ、こんな感じで同じものを重ねてあげてもいいんですけど、今回ね、10秒で解く方法は、長さじゃなくて、角が同じということに注目してあげる。その場合、この三角形 ADC を1回ね、 折り返してみてください。すなわち、ここの角の部分を重ねてあげるとどうなるかというと、C は、まあ、ここにね、映るよね。C' と。で、ここの長さが1でね、注目してほしいのが、三角形 DAB は二等辺三角形。で、この C' ダッシっていうのは AB の中点になってるわけだから、ここ。 当然垂直だよね。じゃあ折り返してここが垂直ってことが分かったってことは、もともとここが垂直だったっていうことが分かる。じゃあ2対1対、はい、ルート3で答え2分のルート3というふうに瞬殺できるわけ。まあこんな感じで、同じものがたくさんあるな。重ねてみるか、各折ってみよう。あれ ?1、中点。あ,あ、垂直か。2分のルート3。これだったね。 あの、人によっては10秒もかからないんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで、はじめはね、手堅い方法をしっかりと押さえる。角の二等分線と長さが等しいっていう条件をいかに扱っていくかっていうことをしっかりと学んでもらって、あとはね、まあ、こういう予言定量二通りの方法で表すとか典型パターンなのでしっかりと押さえてもらいつつ、まあ、同じものを重ねるっていう考え方があるんだっていうことをしっかりとね、引き出しに入れておいてもらえれば、こういう問題を見た時にちょっと考えてみてね。えー、なんか同じものを重ねたらいいかな。お、できた。 こういうね、風、えー、に、瞬殺することができる可能性があるわけです。まあこういうね、引き出しを今後もいろいろ解説していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画を撮ってほしいよっていうものはコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう